ブライアン・エドアルド・ペーニャは、キューバ・ハバナ出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。キューバのハバナに生まれた。1999年5月、国際大会のジュニアナショナルチーム代表の一員として、ベネズエラに滞在中に亡命した。コスタリカで居住権を確立した。2000年9月2日に、MLB のアトランタ・ブレーブスに入団した。2005年は、 マイナーリーグの AAA 級リッチモンドブレーブスに昇格した。エディペレスの故障者リスト入りによって40人枠入りを果たし5月23日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。2008年5月29日にウェーバー工事を経てカンザスシテロイヤルズへ移籍した。2010年はジェイソン・ケンドールのバックアップ要因であったが9月にケンドールが右肩を故障してからは シーズン終わりまで正保守を務めた。2011年は、マットトレーナーと併用されたが、故障で途中離脱した。2012年1月16日に、ロイヤルズと87万5000ドルの1年契約を結んだが、11月20日に、リーフとなった。オフの11月28日に、FA となった。2012年12月16日に、 アレックス・アビラのバックアップ要因として期待され、前年と同じ87万5千ドルの1年契約でデトロイト・タイガースへ移籍した。2013年11月12日にシンシナティレッツと2年契約を結んだ。2014年は保守だけでなく上位ボットの長期離脱により一類種として出場することも多かった。出場試合数、打席数はキャリアで最も多いシーズンとなった。 2015年は前年と逆で、正捕手のデビン・メソラコに代わって、捕手で出場する機会が増え、一類種としては5試合のみの出場となった。2年連続100試合以上となる108試合に出場し、打率273.18打点に盗塁、オプス0.659という成績を残したが、本類打はなかった。 保守としての守備は86試合で守りについて1、失策、守備率、999DRS-5、盗塁組織率18%という成績であった。オフの11月2日に FA となった。2015年11月30日にセントルイスカージナルスと総額500万ドルの2年契約を結んだ。2016年4月2日に、 左膝の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月7日にリハビリのため AQ a スプリングフィールドカージナルスへ配属された。6月28日にメジャー復帰したが、左膝の故障を再発し7月6日に15日間の故障者リスト入り、8月9日に60日間の故障者リストに移行した。9月4日に復帰したが、 年間で9試合の出場に止まった。11月21日にリーフ、11月28日に自由契約となった。2017年2月7日、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後トリプル A 級オマハストームチェイサーズに配属され、メジャー昇格がないまま11月6日に、 FA となった。2018年1月9日、デトロイトタイガーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。キューバ出身 MLB 選手のユネル・エスコバーは子供の頃からの親友。NPB でのプレーを希望しており、2015年には自身のツイッターで日本の各球団にツイートしていることが話題となった。 ありがとうございます。